今回はダヴィンチリゾルブのタイムラインの特徴について見ていきたいと思います。現在いろんなクリップがここに並んでいるんですが、このタイムラインの解像度マスター設定のところで 1920×1080 フル HD になっています。でタイムラインフレームレートっていうのはダヴィンチリゾルブでは一番最初に決めておかなければならなくて、後から変更できないので今グレーアウトになっていますが、タイムラインの解像度に関しては実は極論何だってよかったりします。作業中は。というのはですね、ここにいろいろ素材が並んでいるんですけども、メディアページで見てみると、撮影された素材っていうのは 4.6K の B ローの素材になってます。なので元素材はね 4.6K の解像度があると。で乗っかってるテロップ、これは自分がアフターエフェクツで作ったものなんですが、これもですね 4K の解像度があります。なのでこのタイムラインの中に今フル HD になってるんですけれども、解像度が全てリサイズされて配置されている形になります。でこれを今から簡単に編集していくとですね、例えばこれを縮小して、で下にちょっと背景を置いたりしてるんですけれども、まあ仮にこのようなレイアウトにしたとします。このレイアウトの状態でフル HD から 4K に変更したとしても、画面のレイアウトっていうのは全く変わらず保たれているんですね。でこれを例えば 720p にしても同じですね。これなんでかっていうと、分かりやすくテロップを消してクリップだけにしますと、インスペクターのビデオの変形ってところでズームってところがあると思うんですけど、 X が1、Y が1ってなってますよね。つまりこのクリップ自体の解像度とかタイムラインの解像度には全く関係なく、常にタイムラインに対してこのクリップが1対1で相対的に紐づいているので、解像度を途中でいかように変えたとしても、このタイムラインに対して1対1で貼り付きます。なのでこれがマイナス方向に行くと、例えば 0.6 だと、まあこのタイムラインのあくまで解像度に対して 60% っていう形で紐づくので、ここをどんなように編集したとしても、このタイムラインの解像度には全く影響なくレイアウトが保たれるって特徴があります。で中には、勝手にこうスケーリングされたくないっていう、レスポンシブにしたくない、あくまでオリジナルの解像度を保ちたいという場面も出てくると思うんですよ。でそういう時は、例えばこの B ローのフッテージをここの一番下のリタイム&スケーリングっていうところで、今スケーリングっていうところがプロジェクト設定になってるんですけれども、ここをクロップっていうやつにしてあげると、勝手にリサイズされないでオリジナルの解像度のまま紐付けられるので、この状態で解像度を変えれば当然レイアウトが変わってきます。ですので、まあクロップしたいとかね、そういった用途でオリジナルの解像度をあくまで見ておきたいっていう場合は、ここの設定を変えたりすればいいと思います。で一回ここまたプロジェクト設定に戻しますけれども、ここの設定っていうのはもうデフォルトで最初にこのプロジェクト設定のイメージスケーリングのところでも行うことができて、ここの入力スケーリングっていうところで現在は最長辺をマッチ黒帯挿入って形になっています。これをもう最初からセンタークロップリサイズなしにしてしまうと、全ての素材がオリジナルの解像度で貼り付きます。例えばこのまま 4K にしてあげれば、 4K の解像度のままこのようにレイアウトが変わってきますし、 720p にしてあげると完全にね、もう拡大された状態になると。でここら辺の特徴を分かっていると、いろんなスタイルで作業ができると思います。でもう一度このイメージスケーリングの説明に行くんですけれども、この入力スケーリングっていうのがいろいろこうあるんですよ。最短辺をマッチとか、最長辺をマッチ、前辺をマッチみたいなのがあるんですけども、唯一このセンタークロップのリサイズなしっていうものだけ
こうレスポンシブには対応しませんよっていうものになります。ここら辺の使い分けどういう時にするかっていうのをちょっと見ていきたいと思うんですが、とりあえず最初の最長辺をマッチクロー秒挿入というのにデフォルトに戻しておきます。でですね、実はこのカットページの中にここにこういうボタンができていて、こうここで簡単にフル HD か 4K か、あとねこうサイネージ用に縦型のものにしたりとか、あとはスクエア、インスタ用にスクエアみたいなね、ここで簡単に変えられるコマンドがついてるんですけど、例えばねここでサイネージ用に縦型にしたいって時に、今ここが解像度が一致しないファイルはどうしますかっていうところの設定を、例えば最短辺をマッチ選んで保存してあげると、このように画面いっぱいに映像が広がります。ただここら辺のねテロップが切れちゃってるので、これはもうプロジェクト設定全部に対してなってしまうので、とりあえずここは最長辺をマッチクロー秒挿入にしてあげて、一回これに戻してあげて、でエディットページに進んで、今度は個別に B ローのね素材だけをこのリタイム&スケーリングでプロジェクト設定からちょっと名前が変わっちゃってるんですけども、フィルですね、これが最短辺をマッチと同じです。フィルを選んであげると、この B ローの素材だけ画面いっぱいに広がりましたね。ということでここら辺のプロジェクト設定の入力スケーリングっていうところを何に選ぶかっていうのと、あとは実際のタイムラインに行った時にここがデフォルトのプロジェクト設定のものになっているか、一部を変えたかったらばここを変える、例えば今のこの縦型サイネージにしたかったらばテロップはそのままでもいいから、この B ローの素材だけね画面いっぱいにしたいって時はここだけフィルにするとかっていうような、ここら辺のタイムラインの特徴を分かっていると今後いろんな編集のスタイルがやっていけると思いますので、ぜひここは押さえておいた方がいいと思います。で最後にこのリサイズのクオリティっていうのも一応決めるところがあって、このプロジェクト設定の中にここですね、イメージスケーリングリサイズフィルターっていうのがあります。今これ自分のプロジェクトではスムースってなってますけども、実はこのスムースっていうのは一番コンピューターに負担がかからない簡易的なリサイズフィルターなんですが、一番高画質なのはこのシャープっていうものになります。なのでこのレスポンシブを聞かせて、もう一回ちょっと普通にウルトラ HD で、当然この元素材が 4.6K なのに1920、1080にしていたらリサイズされているので、そういう時の品質っていうのがここのリサイズフィルターのここに影響してきます。この設定が影響してきます。ただここがスムースって簡易的なものになっていたとしても、最終的な書き出しデリバーのところでここの詳細設定を開いてもらって、ここの最高品質にサイズ調整、ここにチェックを入れてあげることで、結局ここをシャープにしたことと同じ状態で書き出されるので、そのあたりも押さえておくと、最初はね負担のないようにスムースで全部レスポンシブ聞かせて編集しておいて、一番最後に最高品質サイズにチェック入れれば、まあ、最高の形でね書き出されますので、このあたりを特徴を知って快適にね編集しながら最後でしっかり決めるという技を、身につけていただければと思います。最後にもう一度今日のね Tips のねまとめをすると、ダヴィンチリゾルブのタイムラインっていうのはこの元素材の解像度とかタイムラインの解像度に関係なく、あくまでタイムラインと1対1の関係で紐づいてますよと。なのでこう入力スケーリングっていうのがこのセンタークロップ以外のどれかマッチっていうのを選ばれていれば、解像度をどの解像度にしたとしてもレイアウトは崩れることはないっていうことですね。またリサイズフィルターっていうのはそのレスポンシブな時の拡大縮小時のクオリティを管理できる部分っていうところですね。で最後にどんな設定で作業してようが、最後のデリバーのところのこの書き出しのところで最終的には全てが決まるっていう部分ですね。ここの特徴をしっかり押さえて、自分の、作業しやすいように編集してみるといいと思います。今回のチュートリアルは以上となります。